シネマ 4D スタートアップガイド第8回マテリアルの設定方法について紹介をします今このシーンでは球体にマテリアルがありませんので新規にマテリアルを作成して球体に適用しますこのマテリアルを変更していきましょうマテリアル編集はマテリアルのサムネイルをダブルクリックしてマテリアル編集ウィンドウを開きますマテリアルには 様々なチャンネルというものがあります。ここではカラーチャンネルを選択してカラーを変えてみましょう。これはマテリアルの色を変えることができるチャンネルです。続いて反射チャンネルにチェックが入ってますので反射チャンネルを選択しましょう。これはオブジェクトの鏡面反射やスペキュラーを設定する項目です。 反射チャンネルは少し特殊で、反射チャンネルの中に複数のレイヤーを作成して、そのレイヤーを重ねながら複雑な反射層を作っていくことができるんですが、デフォルトではデフォルトスペキュラーレイヤーというものが一つ作成されているだけです。まずこのデフォルトスペキュラーのパラメータを変えてみましょう。スペキュラー強度を変えると、 このように赤いボールのスペキュラーが変わっていきますさらに幅ですね幅や減衰を変えることによってスペキュラーのサイズや強度を変えることができます これぐらいに調整してみましょう。さて、この状態でレンダリングをしてみると、このようになっているはずです。スペキュラーというのは、共、え、鳴、ー、反射で設定するパラメータですけれども、えー、皆さんが共鳴反射として思い浮かべるのは、おそらく鏡のようなものであったり、オブジェクトに対して、 何かが映り込んでいる状態をイメージされるのではないかと思いますけれども、スペキュラーを設定しただけでは、この赤い球体にその隣り合うオブジェクトが実際に映り込むということはありません。床のオブジェクトも映り込んでいません。ただ、このハイライトが3つ見える。これは一体どういうことかというと、 スペキュラーというのは擬似的な反射を表現するものですので実際に隣り合うオブジェクトや床がこの球体に映り込むことはありませんスペキュラーで見えているものはライトオブジェクトのある方向に擬似的にこのようなライトが映り込んでいるような反射を描くための機能ですさてそれでは実際に オブジェクト同士が映り込む共鳴反射はどうやって作るかというと反射チャンネルのレイヤーから追加を選択してたくさんのレイヤーがありますがここではベックマンレイヤーを作成するとレイヤー1という新しいレイヤーが作成されマテリアルはクロムボールのように磨かれたような状態になります これは皆さんがイメージする共鳴反射に非常に近いと思います。レンダリングすると、この時は実際に隣にあるオブジェクトや床、映り込んでいるのがわかります。ただ、スペキュラー自体は、先ほどのスペキュラーは消えました。これはなぜ消えたかというと、反射チャンネルのレイヤーは、 今、レイヤー1を作りましたけれども、その下にデフォルトスペキュラーが今隠れている状態です。レイヤー1の重ねる強度をですね、小さくするとデフォルトスペキュラーが見えてきます。と同時にカラーチャンネルのカラーも出てきます。レイヤーを重ねる強度ではなくて、レイヤー1の反射の強度を変えることもできます。 この時、レイヤーカラーを小さくしてみます。50%にすると反射の強度が弱くなって、カラーチャンネルとデフォルトスペキュラーが確認できます。例えば、明るさを30%にしてレンダリングすると、このようになります。さて、この状態で、 レンダリングした時にスペキュラーがレンダリングされていない状態に気づくと思います。レイヤー1がデフォルトスペキュラーの上に100%の状態で重ねられているからです。デフォルトスペキュラーをレイヤー1の上側に配置すると今デフォルトスペキュラーは加算状態になっていますのでレイヤー1に対して加算されるというような状態になります。ここでレンダリングをすると このように、レイヤー位置の鏡面反射の上に、デフォルトスペキュラーが加算されます。さて、ここでもう一つ重要な、反射レイヤーの重要な機能、レイヤーフレネルについて説明をします。一度、レイヤーからの明るさを100%に戻します。そして、レイヤーフレネルの項目をクリックして、パラメータを開き、レイヤーフレネルとは反射係数を 調整すする箇所なんですがここではフレネルを有電体に設定してプリセットをペットとしますさてこの状態でレンダリングをしてみましょうレイヤーの明るさが100%にもかかわらずカラーチャンネルが見えていることがわかると思います先ほどの状態と確認すると 球体の中央付近では反射率が低くて球体の縁に向かっていくにつれて反射強度が強くなって白くなっているのがわかりますレイヤーカラーを小さくして反射率を下げると均一に反射が反射の強度が下がっていくわけですがフレネル反射を設定するとこのように物理現象に従って反射係数の変化を計算しますので より自然な反射の状態を表現することができます。さて次に重要なパラメータ、反射の粗さを少し上げてみましょう。30%に上げてみます。はい、この状態でレンダリングすると、隣り合うオブジェクトの反射が少しボケた反射になっているのがわかります。もう少しリアルな表現にするために、ここではスペキュラーをオフにしてみましょう。 反射レイヤーのデフォルトスペキュラーレイヤーの目のアイコンをクリックして非表示にします。レイヤー1のスペキュラー強度、こちらも0%にします。こうすることでスペキュラーそのものを排除した完全にオブジェクト同士の映り込みだけの表現が可能になります。これは現実的な 物理現象に基づいた反射の描画ですので、とてもリアルなんですけれども、時にやはり CG 的な表現ということでスペキュラーを使うこともありますので、まず最初にここでは反射チャンネルのデフォルトスペキュラーと共鳴反射、この違いについて覚えておくということが大事かと思います。さて、続いて、今度は透過チャンネルについて説明をしましょう。新しいマテリアルを作成して、 今度はカラーチャンネルをカラーチャンネルのチェックをオフにします透過チャンネルのチェックをオンにしますそしてこのマテリアルを球体に適用してレンダリングするとこのように球体が透明な状態になります ガラスのような質感をしたい場合は、ここで透過チャンネルの屈折率を1.5に,にしてみましょう。1.5は標準的なガラスの屈折率に非常に近いので、このように光が屈折する現象を再現することができます。ガラスについては、基本的にはこの表現だけで可能になります。 さて続いてここではですねシェーダーの使い方について紹介をします新しく作成したマテリアルを立方体に適用しますこのマテリアルのカラーチャンネルを選択してテクスチャーの右にある小さな三角形をクリックしてその中からサーフェイスの中にあるタイル を選択します。タイルシェーダーが今テクスチャーに適用されましたここでタイルをクリックしてタイルシェーダーの設定を変えてみますここではタイルのカラーやパターンなどさまざまなパラメータを変えることができますがここでは 溝の幅と面取りの幅を少し小さくしましょう。溝の幅は3%にして、面取りの幅は5%にします。スムーズな面取りのチェックを外しておきます。こうすると、溝の細いタイルが敷き詰められたような状態になりました。続いて、このタイルの赤い部分だけ 鏡面反射を設定してみたいと思います。ここでカラーチャンネルに設定したテクスチャーを右クリックしてシェーダーをコピーします。反射チャンネルに移動して反射レイヤー、ベックマンを追加します。そして鏡面反射強度の左側にある小さな黒い三角形をクリックしテクスチャーに右クリックからペーストします。タイルがペーストされました。 ここでまたタイルの設定に入りここでタイルのカラーを赤色のタイルのカラーを白色にして他のタイルのカラーは全て黒色にしておきます。鏡面反射強度は白いカラーの時に最も強い鏡面反射が適用されて黒いところは鏡面反射が適用されないという状態になりますので今赤いタイルの部分が クロムのようなな面反射になりました少し表面粗さも上げておきますさてここでレイヤーフレネルを適用しましょうフレネルのプリセットを有電体にしてプリセットをペットに変えます 視線と直交する部分では非常に赤色のタイルの色が目立ちますけれども視線の角度が浅くなると反射が強くなってより自然なタイルのような反射を表現することができますこの状態からもう少しリアルなタイルにしてみましょう今このタイルの状態は非常に平坦なんですけれども実際にはこのタイル一つ一つに凹凸がついていると思いますのでこの時に使うのがバンプチャンネルです バンプチャンネルをオンにして、この状態では何もならないんですけれども、ここでテクスチャーをですね、カラーチャンネルのタイルを再びコピーして、バンプチャンネルのテクスチャーにペーストします。タイルのカラーを少し変えましょう。今度はタイルの部分は全て白にして、溝のカラーだけ黒にしておきます。 そこしてバンプチャンネルを選択してバンプ強度を変えてみるとプラスに上げていくバンプ強度をプラスに上げていくとタイルの部分が浮き上がって見えるようになりますレンダリングして確認してみましょう実際にこの立方体の形状が変形しているわけではないんですけれどもこのバンプチャンネルというのは白くした部分が浮き上がって見える このように擬似的に凹凸感をつけることができる機能です。